シンギュラリティのテーマに入りますと、最近いろんなところでもう電気のチップの上に人 の神経細胞を栽培して、シリコンとニューロンのハイブリッドサーキットを作るという研究が進んでいて、それはすごく興味、まあ、人工知能にも脳回帰装置とかブレインマシンインターフェースにもそれは今後取り入れられていくと考えて、すごく興味ありますね。それはまあシンギュラリティに近づいていくとても早い方向じゃないですかねと思って。ちょっと疑問なんですけど、それって多分人間の脳に近づくことができるんですけど、その先っていけるんですか？今のところは多分人細胞レベルだから多分できないんですけど、まあ、これから完全に予想だけど、その大きな電気サーキットとか、 なんかコンピューターサーキットを脳につなんか物理的につなぐことができれば、その脳と機械がお互いに歩み寄って、うん、こう融合システムを作れるんじゃないかなと思って、まあ、自己組織化とかそういう感じのアルゴリズムを入れて、だからまさにそこで機械学習とかを入れて、そのシステムが自分を作っていく、しかもどういう形で作っていくかとか、それは見てみると多分面白いことが起きるんじゃないかなという予想です。絶対人間の脳だけっていうシステムを超えたもので何か人間を超える可能性が出てくるかなと思って。どうですか？人間を超えるってどうですか？そう、人間を超えるっていうものが分からなくて、そう、そこがなんか、いやなんか単純に計算が早いだったらもう超えてるじゃん。そう、超えてるんですよ、そうなの、昔にで、じゃあ人間を超えるのは何かっていうふうに考えていくと、多分そのシンギュラリティの議論でいつも言うんですけど、自己最適化が永遠にされるっていう話はよくあるじゃないですか、うん、要は人工知能が自分のパフォーマンス 1% でも改善できるようになると、うん、それがもう雪だるま式にどんどん良くなっていく、うん、でもじゃあ自己最適化ができるかなって言って問題解けるかってまた別の話じゃないですか。まあ、そうです。むしろ単純にこうくっつけるだけでそれは難しいだろうけど、うん、それもまた今後の技術がどうなるのかなってというところでしたと思います。でこれ完全に持論なんですけど、うん、たとえ人間よりまあ賢いと言われるような人工知能ができても、多分量子力学の観測問題って解けないと思うんですよ、うん、なんででしょうか、観測できないからです。要はそれは今のサイエンスのパラダイムに縛られてるうちは絶対に解けない問題なので、うん、サイエンスのメソッド、サイエンティフィックメソッドに隠し、ブレイクスルーが起きるかしないと多分ダメで、そうですね、まあそれをその人工知能がやってのける可能性はあるんですけど、多分いや完全にこれ反対意見あってもいいと思うんですけど、多分人工知能が達成できるのってせいぜい人間が1年かかって考えないといけなかったで論文を書いてパブリッシュして共有してそれにビルドアップしていくっていうそのイテレーティブなサイクルを早くすることぐらいしかできないなっていうふうに思っていて、だ例えば数学とかで未解決問題、P=NP 問題とか、その辺の検証問題になってるやつとか、まあ、最近あれはなんだっけフェルマーは最近解かれましたね、でもなんかああいうのがああいうのを解くスピードは上がるけど、果たしてその根本的にサイエンスで解決可能な問題が解決されるかというと微妙な気がするんですよね、うん、さっき言ったのは観測できないからその問題を解く観測問題を解けないっていうところです。まあそれはもちろん物理学的なその制限なんですけど、多分これも私の持論になるんですけど、その融合システムでその問題の再定義っていうか、この観測をしなくてもこの問題を解けるような
論理とか考え方とかっていうか今の問題が未解決問題とかその問題が存在しているのは人間の今までの知識とか思考ではこういうここまでの言動にしかたどり着いてないということだと思います。なんかその融合システムを作ってそれ完全に違う形の姿勢と思考を作って今の問題がその前提とかその作られその問題の前提になっている知識とかに間違いがあって問題自体が変わっていくんじゃないかなと思って、うん、その例えば今のそのまあ層の場理論全ての理論というか物理学のそれの理論とかの方もまあ今の人間から見たらこういう感じで全ての理論が存在してるはずだけど多分もっと賢いシステムから見たらそれの前提にまた間違いがあって、うん、完全に違う理論とか違う解き方っていうか問題が違う形になるとなってくるんじゃないかなとすごく期待しています。さあ物理的な制約も超えられると思いますか？物理的な制約はもちろん超えられないと思います、うん、一つの、まあ、人間とコンピューターを融合した一つの物理的なシステムだからそれはもちろん物理の制約は超えられないと思うんだけどもしその姿勢でその新しい技術を作ってその物理学的な制約を超えれるような別の技術とか機械とかを作ってそういうこともできるんじゃないかなと思って、うん、さっき言ったそのなんか問題を解くスピードが速くなるっていうことだけでその未解決問題の数も減っていくのとその分野の進展のスピードが上がるだけでかなりその問題の定義の仕方が変わってくると思いますね、うん、個人的に思ってるのが、うん、人間を超えるっていうのかわからないんですけど人間って一人一人が私局所会だと思ってるんですね、うんうん、なんかその人の個性っていうふうに言ってしまえばそれなんですけどでも成長の過程でおそらく最も良い形にはなってないんですよ。皆さんがその生きていく過程の中で、はい、なんとなくこれが良かったなとか、なんかちょっとした適用の中で、うん、実は本当に他にいい方法があったとしても、うん、それを知らないし、経験もしてないし、学習してないから、どんどん局所会に陥って、そこのなんか自分の制約っていう状態の中で抜けられなくなっていくのがどんどん大人になっていくことなような、うんっていう側面もあるなと思っていてでコンピューターって逆にそういう局所界に陥らない状態を作れることなのかなってちょっと思ってます、うん、そういう意味だと学習とかそういう実験的なアプローチも、まあ、一回局所界に陥っていて、うん、そこの中で研究としての答えは出しつつ実際にはもっと違うアプローチがあるんじゃないかっていう時の違う思考の展開がもしかしたらそういう人工知能とかの方がより賢く違うことを考えられる可能性があるんだ。すごい興味あります、うん、ちょうど人間を超えるというのは、まあ、それはすごく一つの定義だと、と思います。特に今まで、まあ、生きてきた過程でこういうことしてこういう思考のパターンとかはその環境に最適化したものかもしれないですけどそれは必ずしもベストな回ではないんでだからそれをでもなかなかその一つの思考になってしまって抜けられなくなっちゃうからそれをもっとこう状況が変わって例えば新しい職場に入ってその新しい状況に順応できるような感じで学習能力はもしかしたらコンピューターの方がより高く身につけられる可能性があるんじゃないかな。間違った指摘してほしいんですけどそれってでも均質化じゃないですか。まあ、そうです。だから、まあ、どっちを取るかなんですけど、まあ、そのバランスがいいバランスで組める可能性があるのかな。そうですよね。で人工知能を作りたいってなるのは人を作りたいになるとある程度そういうなんか特化しちゃう特化というか人らしい何かになると思うんですけど、まあ、それそうじゃない少し範囲幅広いなんか複数人のなんか最もいい会みたいなのがおそらく作れるのかなとか、うん、集合地的な形になると確かにそれはもしかしたら人よりも頭がいいところもあるのかなとか思ったりします。探索は多分コンピューターの得意ですか。あ、そう得意ですね。そういう意味だとなんか、まあ、いろいろなパターンの知識を探すとかっていうので複合的な知識とかもできると思います。
KY とかを直せる技術あそう一般常識とか確かに特にあの日本ってハイコンテクスト文化と言われるんじゃないですか。そうですね。それはあのローコンテクスト文化から来てる人あのからするとすっごくあの慣れるまではすっごく苦しむものですね。だからその私もそういう経験したことがあってその誰も言ってない暗黙のルールとかを全部学ぶまですごいいろんな人にと衝突があってその時にあのこういう場のなんか空気を読むようなのための人工知能とかこういう場のその裏のその暗黙のルールとかを作るための理解できるための人工知能とかがあれば本当に助かるなと思ってたりします。残念補うみたいな。あ、そう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 。残念ながら確かにそれ作りたい人いるんですけど、どう作ったらいいのか分かってる人は少ないと思います。そうですよね。それできたんだったら空気読めてるんですか。そう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 。そうですよね。空気読めないで何で空気読んでるのか実際よく分かんない。確かにそれで特徴抽出なのかもしれないですね。おそらくでも何の特徴を見てるのかよく分かんない。自分でに聞くしかないですよね。君は何を学習してきたんだみたいな。人間にそのなんていうきっとルールがあって空気を読むじゃなくて、そのルールが全部きっと書き出せれば、書き出せるというかアルゴリズムそれこそルールベースに全部できれば、でも結局ルールベースに人工知能を入れてそのルールを新しくあのそのルールベースでもその新しいルールを見つけるための人工知能をまた入れてそれをまた別の人工知能にインプットさせる感じ。でもなんか空気ってそうかな全然違う話なんですけど、うん、言語化できるのかな。でもある程度のところができるんじゃないですか。空気読めないって言った場合に、うん、その空気読んでる人には説明がつくじゃないですか、うんうん、あの人はこうこうこうだから、うん、あ空気読めないとか、うん、人の気持ちが分かってないとか、うん、そういう、うん、そういうよく分からないのでも言語化してますよね。そうですね。全部言語化できるのかな。理解できる人にはあの空気読めてる人から見れば多分こういう場合にこうすればよかったとかっていう、うん、ちゃんと回があるでしょうね。女子の OL とかのコミュニティとかすごいずっと撮ってたりで、そうすると多分大体その後にいついつどこどこで誰々が空気読んでないとか、あなたなんでこれやってくれなかったんだろうとか、なんか言ってたりするじゃないですか。ありますね。なんかああいうの持ち出して片を見て、全部書き出して、さらにその後の SNS を見に行く。そう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 。だから見つけてみて。そう。いや、しかも鍵開けの方見つけたら。そうなんですよ。鍵開け20ぐらいになってる。すごい知能が、実際その女性同士で話してるあの共有値みたいなのってすごいと思うんですよね、うん、すごいと思うんですけど思いますね。今なんか SNS とかの話聞くとあのまあその理想の形っていうかその想像の一つの形としてこうチップっていうかそのノーインターフェースがあってで例えばまあ今坂井さんと話してるんじゃないですか、はい、でその技術がまあ今の坂井さんの表情とか見て今までの会話の内容を覚えて、あの坂井さんの SNS とか見て分析して今は多分こういう感情だろうとか、うん、今私の言ったことに対してこういうことを感じているんだろうでこのなんかまあその確率とかを出してでこういったことをこういった方向に話したら多分こういうあの確率でこう感じるんだろうとか、うん、そういう、こう確率分布的な感じで。あのサジェッションを出してくれるようなシステムがいいですね。波形が常に見えてるそう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 笑顔分布とかなんか実は怒ってるねそう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 言われてずっと言えてるととか仕事先とかバイトとかで周りの人たちのなんか空気を分析してこういう行動を取るべきだとか最終的に分析したデータ同士も会話を始めそうじゃないですか。そうそうそう